伝統おもちゃ、まゆ玉コロコロが乾電池を使うと超簡単にできてしまいます。用意するものは乾電池3本、画用紙第1枚、小2枚、単三乾電池の場合は表示している大きさのものを用意してください。あとはセロテープです。画用紙台を縦に置き、乾電池3本をくっつけて並べます。画用紙でぴったりと巻いたら、巻いたところをセロテープで留めます。その両端にセロテープを4センチぐらいに切って貼ります。裏返して画用紙小をぴったりとくっつけるように貼ります。反対側も同じようにして貼ります。セロテープを4センチくらいに切り、貼り付けたらセロテープを持ち上げるようにして、画用紙小にぴったりと貼ります。ここで一度乾電池を全部出して、1本だけ戻します。それから反対側と同じようにセロテープで蓋をするように留めます。画用紙のはみ出たところはハサミで切り取ります。絵を描いたり、色紙を貼ったりして仕上げましょう。表を猫、裏をネズミにして仕上げてみました。箱が立ち上がってはひっくり返るという面白い動きをします。昔は蚕の繭で作っていたので、繭玉転がしと呼ばれていました。これは乾電池なので、乾電池転がしでしょうか。面白い動きに合わせた絵や色を工夫して遊んでみてください。